今日照峠の頂上におります。高速道路無料化の影響でしょうか、交通量はほとんどありません。今時期のハイシーズンになりますと、大型トレーラーや観光バス、乗用車などが自重つなぎになって走っているはずの樹海ロードですが、今はもう不気味なくらいに静まり返っております。ご覧の通り車の往来がほとんどありません。うっすらとガスがかかった日照峠頂上、何かこう不気味な感じすらします。あ、ライダーが動きました。ご覧の通り車がほとんど来ません。もうわずか数メートル向こうは十勝管内になります。あまりにも静かすぎて、こう熊が出てきてもおかしくないぐらいの静けさです。以上、日照峠頂上からでした。